ため息の出るような晩は、もうこれどうしたことか。さらちゃん、2月11日のイベント当たってよ、ありがとう。クッキーのやつ待ってます。きっとさ、嬉しい、楽しみ。え、誰がさ来るかもうみんな分かってるのかな。雨降ってたな。うん、そう、あのなんか今日なんか時間が学校終わってからギリギリだったんですよ、その集合時間が。それででなんか、ね、ギリギリ行けるって思ってたんだけど、なんと今日が大掃除の日で、大掃除っていう、終わってから掃除する日なんですけど、それでめっちゃギリギリだったんですよ、ただでさえ。でも集合時間も分からなくて、集合場所も知らないところでめっちゃ焦りました。でもうびしゃびしゃになれながら、怒られながらあのびしゃびしゃになりながら行ったんですよ。で終わって帰ってくる時もあのまだ雨降ってて、これですずっとこれなんです。なんかそらさ、頭の形めっちゃ変でさ、ここめっちゃ広いんだよね、ここお風呂上がりじゃないよ。かっこいいちゃん、お疲れ、ありがとう。だからめっちゃこんなにあれなんですよ、めちゃめちゃなんですよ。でも今日せっかくメイクしてるので配信しようって思った。モリチ521さん、クマありがとう。こんばんは。おでこ広いの神経、それおでこさんめっちゃ前に出てんだよね、わかる、これカーブがめちゃめちゃ前にあるんですよ、わかります。みんなはおでこ前に出てますか。ここ狭くない、なにこれ、コブダイなんだけど、かっこいいじゃん。レインボースターじゃなかった、スターありがとう。本当にね、あの濡れました、びしょ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 です。クヤはお姉さん、本当ですか、ありがとうございます。でもさ、真っ赤なんだよこれ、わかりますか、手が赤いの分かります。ちょっと待って、ちゃ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 、これで分かる、顔と比べてさめっちゃ手赤いじゃん、これあれなんですよ、寒くてめっちゃ手が赤いんですよ。もう指が赤くない、赤いんだよ、ね、こんばんは、こんばんは。真っ赤やね、そうなんよ、日本語教えてください、こんにちは、ありがとう、お疲れ様です、お疲れ様です。ラジーさん、ネモース神っていうことよね、ありがとう。今日何食べたら、帰りに雨に打たれながら、
あれ食べたよ、ファミマの大きいウィーナー。おでこはね出してない、ずっと。でも前髪が濡れてるからね、めっちゃ熱量なんだよ。本望さん、星ありがとう。くまにパパさん、ナッツありがとう。ファミマの美味しいの、うん、めっちゃ美味しいよ、めっちゃ美味しい。こんばんは。 JKT のメンバーとお寿司楽しかったですか？え、楽しかったよ、めっちゃめっちゃね、言葉ね意外と通じるんだよ、何も分かってなくてもね意外と分かるんだよ。こんばんは。こんばんは。な、やばくない？これやばい。今日はみんな何してたんですか？なんかみんなの最近の嬉しいこととかないの？なんかラッキーだったこと、ラッキーや幸せだったこと、楽しかったこととかなんかないですか？聞きたいです。サラちゃんの理解力が優れてるからって違うよ。さっきはね寝てました。え、本当に平日なのに？本当にですか？それは今日はもう半泣きでした。半泣きで、あの途方に暮れながら向かいましたよ。そういうもう帰りも半泣きだったし、もう視界もね、もう雨降りすぎて見えないし、半泣きでした。今度お話し会で私はパスポートじゃし、パスポート、パスポートってなんだろう。大阪でお話し会とツーショット写真会でサラちゃんに会えたこと幸せで、今も言いたい。ありがとう、キッドさん、嬉しい、ありがとう。そんなこと言ってもらえるなんて嬉しいです。それはゲバントヒル公園の息ソロコンで3人組のユニット見れたので余韻、一家ソロコンで3人組のユニット、あーなんだっけなんだっけ、優しい悪魔かレースのに映ったら、家出る瞬間に届け物がちょうど来た時、いいね、それはラッキーだね、とてもラッキーですね。もう動けない二人の影はやがてなだれの想えるシルエット、あーデビル。イランさん、神ありがとう。こんばんは。2月はリーチさせに行きそうですか？行きそうですよ、行けると思う。遊びに行けたいよ。第10歳半さらちゃん決済完了しました、ありがとう。楽しみです、キッドさん、ぜひ来てください。もう動けない、なんかね最近ねドキュメンタリー見るのにハマってる。なんかでもやっぱり言うのやめたなんかめっちゃなんかインタレスティッドなドキュメンタリーやったけど、なんかもう
めっちゃインタレスティーズなんですよ。こんばんは。気になる。え、めっちゃね、え、なんか、え、普通に、え、めっちゃなんか変わった話。やっぱり言うのやめました。どんなドキュメンタリー、どんなドキュメンタリー、やっぱり言うのやめた。内緒。お話し会だったら教える。今日何食べた。今日はファミチキ食べたよ。ファミチキを食べました。日本の海外の、いや、それがなんか海外のだったら結構なんか親近感ないというかなんか自分とは遠い話だなって思うから、そんなに前のめりになって聞けないんですけど、それがなんと日本の話なんですよ。めっちゃ海外っぽいんですけど。サラちゃん、どこで勉強したいの？どこで勉強したいの？ミータさん、レインボースターありがとう。どんなだけ言うんだよ。え、もうめっちゃ面白い。レインボースターありがとう。二人の関係は、あーデビー、マイスイーリルデビー。今日何食べた？ファミチキ。ファミチキ食べました。レーニングナウ。レーニングナウ。今日何食べた？ファミチキ食べました。こんばんは。あとね、最近の悩みありますか？皆さんなんか。ちょっとお悩み相談室しましょう。サラの最近の悩みは、サラの最近の悩みは、サラの最近の悩みは、ファミマスプーンとか有料になるかも。そうなんす、やばいね、それはね、やばいじゃん。シミサラの話書いてあるじゃん。よかるし、あの人おもろいから行ってらっしゃいじゃんに怒られんし、あの人おもろいから行ってらっしゃいって言われる。おもろい、誰のお話し会行ったら怒られる。あの人おもろいから行ってらっしゃいって言われたありちゃんに、めっちゃおもろいやん。レッツゴーシンさん、星ありがとう。ありちゃんもめっちゃおもろいよ。3月のオンラインでさらちゃん楽しくない？来てください、待ってます。どんな話でもしましょう。ショールームでできないような話でも全然いいですよ。しましょう。こんばんは。ジェイクさん、ハートありがとう。カンさん、星ありがとう。てかブログ書こうかな。え、何のことについて書いてほしいですか？ブログ、ブログ書くんですけど、書こうと思うんですけど、ブログ書いてないからずっと。え、何について書いてほしいですか？なんかブログとか、なんかあのジャズとかみたいな、そういう講演とか、そういうお話し会とか、そういうSTU での出来事の方が気になるか、プライベートでどこどこに行ったよとかだったらどっちを聞きたいですか？それが気になります。日常の話、ジャズの話、どっち？どっちですか？さあちゃんとやっぱりね、ハートありがとう。
ジャズかなって。半々ぐらいやな、半々ぐらいやな。プライベートが聞きたい。に名前が変わってる。ハートありがとう。ピンク系多いねって。部屋着？これはでも黄色だよ。シャン。え、どっちがいいんだろう。ジャズ、ジャズ？じゃあジャズ加工おかにゃ、ジャズ加工おかにゃ。どんなシャンプーとか聞きたい。え、わかんない、何のシャンプー使ってるか全然わかんないんだけど、自分が何使う。今回はジャズが聞きたいかな。オッケー。でもね、そのブログってさ、あれを持ってるわけじゃないから、その管理ページに入ってるわけじゃないんですよ。メンバーが頼んで、これを更新してくださいっていうので、今日書いても今日更新されないんだよね多分。めっちゃ結構遅くなると思う。そこはご了承ください。愛は猫で猫さん、バラありがとう。こんばんは、あきまーさん、星ありがとう。さらちゃん美人だねさん、ハートありがとう。そうなんや、そうなんよ。リュウラさんのトーク面白かった。何の話したっけ。さらもう結構記憶ないんですよ。リュウラさらのトーク、そんなにトークの時間なかったよね。そんなにトークの時間あったっけ。さあちゃんならブログにすログインできそうですやばいでしょ。できないです。今日何食べた。それはファミチキです。ファミチキです。それはタイムファイヤーさんね、マウスありがとう。明日ハミチキ行く、行ってください。ショールームと公園とで雰囲気が違いすぎて衝撃。アトモスフィー、アトモスフィー、こんばんは。今日も可愛すぎだろ、ありがとう。じゃあ体調には気をつけて、またねって、ありがとう、バイバイ。フェドエルさん、おんぱありがとう。こんばんは。もうそら何もしたくない、何もできない、何もしたくない。さっちゃん今から正統派アイドル目指してこ。え、正統派アイドルって何。ずっと正統派アイドルなんだけど、ずっと正統派アイドルなんだけど。ひらめきまばたきさんね、モース。ロスゴールプラデパドラスさん、ネモーズありがとう。なんかさ、また髪が茶色い。もう髪は短くし、短くしたいんだよね。したい、アーシャとかまでに短くしたい。短くしたいんだよ普通に考えて。でもね、外出するときがねめんどくさいんだよね。短いと跳ねるからめんどくさいんだよね。ひらめきさん、おしありがとう。
はいはい。ひーちゃんボブにしたね。でもまたなんかボブ減ってきましたよね。ひらめきさん、ここはありがとう。そろそろ足のステージ期、わかんない。ちょっと I have no idea、 わかんないんだよね本当に。ちょっとわかんない。寿司屋くん、そうめっちゃね、寿司屋くんが頭から離れない。サラちゃん本来正統派センター顔やのにね。確かに正統派センター顔なのに。さらに倍の真似してた。いちご北の沢でいちごを発見。北沢いちごです。ダピジュさんね、モンスありがとう。アクターズの定期公演に行きたい。行ってきてください。行ってきてください。キャンディーしてる。この前やったからね。タピジュさんラブありがとう。今日何食べた？今日はファミチキ。ファミチキだよ、ファミチキ。ファミチキを食べました。ねモースありがとう。ユニゲメタルさん、リサーチャーさん星ありがとう。明日食べたいものはパン。パンが食べたいですよ。いつ聞いてもパンが食べたいんですよ。ハニチキはダイエット食やで。ほんまか。こんばんは。みんな最近なんか楽しみありますか？最近さ楽しみないんだよね。楽しみあるっちゃあるけど、あるっちゃあるけど、なんかもう生きがいみたいなもの、生きがいみたいなもの。昔はね生きがい妄想だったんですよ。ちなみにでも妄想には結構飽きて、もう妄想するのも疲れたんですよ私。妄想も飽きて、妄想もしたくない。もうなんかありますか？妄想ももうしたくない。学生もうすぐ終わんねんで、終わんねんでって。そういやもう早く終わっておくれ、一秒も早く。サラちゃん残しておれることが楽しみです。サラもそれ楽しみだよ。お菓子作りとかすることないから一人。サラが作ったもの食べれるのかな、みんな食べれるの？みんなはサラが作ったものを。めっちゃ下手かもしれない。美味しくなかったらどうしよう。来月旅に出ます、楽しみって。旅？どこに旅するんですか？今日何食べたん？今日はファミチキ。さあって、どうなんだろうね。食べれるといいね。100キラキラ届きます。 Thank you very much。 曲取ればギリ生きるはずってね、食べてくださいぜひ。料理配信とか見たことないならここから怖いやつ。多分ね、塩と砂糖間違えてめっちゃ辛いねケーキとかできると思う。どんなにまずくて美味しいっていう、でもちょ気まずくてまずいって言えないでしょ正直。それは言えない。気まずいよねちょっと。料理系のできないよ。ちょっと気まずくない？まずいっていうの気まずいんだけど。awkward
チキチキラパラパブミミ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 作れません。目玉焼きも作れないよ。TKG アレルギー、アレルギー、卵かけご飯はアレルギーなの。ゆで卵は作れるかもわかんない。でも卵かけご飯は食べれない。トーストは焼けるよ。池田ちゃんに対抗できるのさ。いや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 、そんな対抗なんて。ナシゴレン作ってって。ナシゴレン絶対に作れないんだけど。トースト焼けたら完璧。そう、もう本当にトースト焼けたらもう店は一つ星。ゆらさらありちゃん最強って、ありがとう。料理配信、え、なんかうちのキッチンが変な形でちょっと置き場所にマジで困ってる。ないいいな。歌は才能が大きいから羨ましいって。歌は正直才能かと思いきや習ってたんだよね。実は歌は習ってたよ。サラハートありがとう。一番背が高かった。え、そう、サラ何センチなんだろうね。156センチぐらいかな。こんばんは。チキチキラバラバポンテレタ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 レ。雨降ってきた。鈴木一郎さん、ナッツありがとう。こんばんは。今日何食べた？今日ファミチキ食べた。そろそろ配信終わろうかな。13ヤキマンさん、12マモルンさん、11タイムファイヤーさん、10位クマネパパさん、9位本望さん、8位ダピデさん、7位ミーダさん、6位鈴木一郎さん、5位イダーさん、4位ヤスベイさん、3位ひらめきババタキさん、2位モルチゴニッチさん、1位カッコユーちゃん。ありがとう。イケソロコントジャズは結局2回ずつ見ましたよ。ありがとう、そんなに見てくれたんだ。ありがとうね。キットさんお疲れ様でした。お疲れさん、ありがとうね。配信見てくれて楽しみにしてます。イベント配信ありがとう。ありがとう、みんな見に来てくれて。ではバイバイです。ありがとうございました。バイバイです。バイバーイ。